ラバンバがリリースされます。こんにちは、ドリューナーです。ということで、約1年前からずっといつリリースされるのかと言われていたラバンバがようやくリリースされるという噂が出てます。で、ラバンバを知らない方に説明すると、J バルビンとジャスティン・ビーバーとのコラボ曲で、スペイン語で言う爆弾という意味があります。なぜこの曲がいつ出るのかって騒がれているかというと、実はジャスティン・ビーバーシーズンという YouTube のエピソード3でラバンバを収録しているシーンが出てるんですよ。そのシーンではスペイン語に苦戦し、音楽プロデューサーと発音の確認などをし、何度もレコーディングしている姿が見れます。ジャスティンはインタビューで、スペイン語は話せない、歌手は真似が得意だ、だから自分もかな、聞こえたままで歌うと言っていました。このラバンバなんですけど、つい先日の J バルビンの TikTok ライブでファンがいつラバンバをリリースするのかと質問したところ、なんと J バルビンがその質問に答えました。その J バルビンの質問の答えとしては、ラバンバをリリースするタイミングを探していますと言っていました。まあ、ちょっと答えは濁してるんですけど、でも言いたくなかったら絶対にその質問を答えないじゃないですか。なので、これリリースあるんじゃないかなって自分は思いました。というか、あとはもう本当にリリースするだけなんですよね。実は1年前にレコーディングをし、ミュージックビデオもすでに撮り終わっているため、明日とか明後日にリリースされてもおかしくないんですよね。まあ、もしこれがリリースされるとなったら、もう本当に大ヒット間違いないなと思います。マジで早く見たいです。過去にスペイン語を取り入れた曲デスパーシートも全米シングルチャートの歴代1位を獲得しました。余談ですが、デスパーシートを歌った際に歌詞が分からなくてと歌っていて、ファンから叩かれていたことがありました。まあ、その動画には、わからないなら歌わなくていいよとコメントが殺到していました。まあ、これはまあ正論だと思います。デスパーシートはルイス・フォンシー、そしてダディ・ヤンキーとのコラボでしたが、今回のラバンバも同様にスペイン語を主に取り入れている J バルビンとのコラボ曲なので、この曲も大ヒット間違いないなと言われています。ですが、残念なことにラバンバがどこからか謎のルートで YouTube に MV ごとリリースされてしまい、1週間ほどアップされていたことがありました。そしてそのミュージックビデオを見てカバー曲を出したミュージシャンがいて、その動画はすでに100万再生されています。まだリリースされてない曲のカバーの動画で、もうすでに100万再生って普通にやばいっすよね。まあ、そのくらい注目されている曲なのです。ということで、この例の動画を少し見てみたいなと思います。で、ちょっとこの曲なんですけど、実はもう歌詞も全部同じです。ビートも全部同じです。はい、で、ちょっと聞いて分かったと思うんですけど、もう全部がスペイン語なんですよ。英語が一切入ってないので、これをジャスティン・ビーバーが歌ったらもう、やばいっすよね。本当にもうやばいわ。こんなの想像したらやばいもん。ジャスティンが普段英語で曲出してるけど、スペイン語で出したらもうさらに多分、やばい。見ましょう。絶対いい曲になる、これ。はい、で、ここが多分 J バルビンのパートになると思うんですよね。もう絶対かっこいい。これやばいっす、マジで。マジで楽しみっす。かっこいい。
髪の毛すごいな。いや、かっこよくないですか。この YouTuber ステファンっていう方なんですけど、もうこの方でもかっこいいのに、これをジャスティンとジェイ・バルビンが歌ったらもう全米チャート1位よ。もうもう全米チャート1位、マジでやばい。これを見てもさらにもリリースしてほしいなって思いました。はい、ということで最後にこの2人の関係性について少し紹介したいなと思います。まあ、実は J バルビンとジャスティンは一緒にコラボ曲出すのはこれが初めてではないんですよね。まあ、これは恥ずかしながら自分も調べて初めて知ったんですけど、 J バルビンがフィーチャリングをしたジャスティン・ビーバーのソーリーがリリースされていたそうです。これは知らなかったですね。はい、ちょっと聞いてみます。はい、こういう曲なんですけど、いや、いいっすよね。自分本当はこれもっと早くから気づけてればよかったなって思いました。なんかこの今日知りました。はい、で他にも、まあ、最近で言うとこのムードもジャスティン・ビーバーとJ バルビンのフューチャリングでコラボしていました。まあ、そしてジャスティン・ビーバーのブランドでもあるドリューハウスもJ バルビンは TikTok の撮影で来ていたり、プライベートで来ていたりもしています。はい、なので、まあ、結構交流関係があるんだなと思いました。はい、ということで今回は今後リリースされるここで噛むか。はい、ということで今回は今後リリースされるのではないかと言われているラバンバについて紹介しました。ぜひリリースしてほしいなって思う方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。はい、で今1840人とか50人くらいで、最近チャンネル登録してくださる方もめちゃくちゃ多いので超嬉しいです。ぜひ5月中には2000人は行き過ぎか、2000人は行きたいなと思うので、もしよかったら、まだしてない方よかったらチャンネル登録と、あと通知ボタン、右下に通知ボタンあるんで、それを押していただくと、はい、自分が動画上げた時にすぐに通知が行くので、よかったら1コメお願いします。次の動画で一番早くコメントしてくれた方は、あの感謝を込めてというか、まあコメント固定したいなと思うので、もしよかったらコメントしてみてください。ということで次回の動画でお会いしましょう。また。あ、でこのね、動画の冒頭でこれあったと思うんですけど、なんかね、おばあちゃん家に会ってもらいました。そう、自分ちょっと小顔じゃないんで、これをおいしい、こうやって振るんですよ。いや、イーアイン切るのかな？イーアインが結構すっくりあるらしいね。これ、毎日やりたいなと思います。これで、顔シュッてなればいいですけどね。